次に足立康史君。委員長。足立君。日本維新の会の足立康史でございます。本日は尊敬する田村大臣に広く質問をさせていただける貴重な機会でございますので、雇用、年金、そして医療にわたって、ご質問を申し上げたいと思います。大臣所信に対する質疑ということですので、できるだけ、大臣からご答弁をいただければ幸いでございます。まず最初に雇用から始めたいと思いますが、今の規制改革会議で、4分野、4つのワーキンググループができておって、その一つが雇用分野ということでございます。雇用の規制改革を議論するときには必ずこの格差、あるいはまあ最近でいうと若年者雇用の話が出てきます。派遣労働等ですね。昨年のある新聞でも竹中平蔵慶応大学教授、今あの政府あの委員にも入られていますが、規制緩和が非正規を増やしたと考えるかという質問を記者から受けて、いや違うと、まあ、こういうやり取りがいろいろございます。こういういわゆる労働分野の規制緩和と格差との関係についての大臣のご所見を伺いたいと思います。田村厚生労働大臣。労働分野の規制緩和が格差を生じさせたかどうかというようなご質問であろうというふうに思います。まあ、非正規、特に今もおっしゃられました労働者派遣法等々の改正でですね、派遣労働の幅が広がったというのが、まあ、格差を生んだ、そういう一つの大きな条件であるといいますか、要件であるというようなご意見があるのは承知をいたしております。やはりそれぞれの制度、光と影の部分があるのは事実でございまして、確かに今の非正規ので働く方々の、まあ、待遇処遇がいいとは我々も思っておりません。なるべく正規に近づくように、まあ、同一価値労働、同一賃金とよく言われますけれども、まあ、そのような形にどう持っていくかというのは大変大きな課題であるというふうに思っております。一方ですね、当時、まあ、バブル崩壊してから何年か経ってですね、正直申し上げて産業の空洞化で雇用がなくなるというような話がございました。その時にやはり多様な働き方を求められた方々もおられましたし、それを求めた企業側もあった。で、この規制改革に関して申し上げれば、必ず政労使それぞれ話をしながらですね、まあ、決めていくわけでございまして、まあ、労使側それぞれの議論をしっかりとしていただく中でですね、それぞれの制度改革が行われたわけであります。ちなみに平成14年から労働者派遣法の解禁、労働者派遣の製造業の派遣の解禁、これが行われた後の失業率を見ますと、14年の6月8月が失業率 5.5%、 この後15年に労働者派遣法の改正で製造業が OK になったわけでありますが、17年には 4.4%、 そして18年には 4.1%、19年には 3.9% と、実は失業率は下がってきております。ただ、その後、リーマンショックという不幸なことが起こりまして、その中においては確かに、まあ、一部派遣業等々でお勤めになられている方々が、まあ、いろんな形でですね、仕事を奪われてですね、大きな問題になったということも事実でございますけれども、まあ、そういう意味では、決して労働者派遣法の改正がですね、全て悪かったわけではないわけでありまして、一定の役割というものを果たしたというふうに思いますし、重ねて申し上げれば、だからといって我々は安住しているわけではございませんでして、非正規で働く方々の待遇を向上していくという、普段の努力をしていかなければならないと、このように思っております。委員長。足立君。ありがとうございます。私の大臣のご答弁への、まあ、期待はもう少し前向きなものでお願いしたかったんですが、小泉改革、私も当時経産省におりまして、ずっと横で労働規制改革も拝見をしておりましたが、当時の規制改革は、まあ、その今大臣もおっしゃられたように、雇用情勢自体は、まあ、金融政策をはじめとするマクロ経済に相当、まあ、依存をするわけでありまして、
一方でその働き方という意味ではいろんな働き方を希望される方がいらっしゃると。したがって派遣等の働き方についてはもちろん大臣おっしゃったように環境整備も必要でございますが、大きなその社会経済のトレンドに合わせてね、規制がしかるべき形で、改革をされていくことは必要であって、当時の労働規制改革は私はむしろ事態を悪化させたのではなくて事態を、むしろ緩和をした、その結果として今おっしゃったような失業率の改善があった、そういうふうに私は理解をしております。ちょっと今大臣のご発言というかご回答、ご答弁で気になったのが、その派遣等の非正規について、できうれば正規に近づけていく方向でと、非正規を正規に近づけていくという、ちょっと言葉が一部混ざっておったんですけども、今、規制改革会議で、上がっております論点、この紙がどのバージョンか分かりませんが、公表されている雇用分野1から8、この中の8番目に、労使双方が納得する解雇規制のあり方、労使双方、功労使で雇用労働制度を作っていることについては、もう全く私も異論ございませんが、解雇規制について課題があって、金銭解決と、やはり何か、その制度的な、見直しが必要ではないかという論点が一つ、さらに一番上の一つ目には、勤務地や職務が限定された労働者の雇用に係るルールを整備することによりうんぬんと、これは私は裏表だと思っていて、いわゆる正社員とか、正規雇用と言われているものの形が、それ自体がもうちょっと多様化して、正規と非正規が、二つに分断されたものではなくて、もっとなだらかに多様な労使双方のニーズに応えられるような労働制度が、雇用制度、労働法制が必要だと考えておりますが、大臣のお考えを伺います。田村厚生労働大臣。まず先ほどのお話でございますけれども、決してその派遣労働者が必ず正規になれなどとは言っているわけではございませんでして、派遣という働き方を選ぶ方は当然ですね、派遣という働き方を選ばれればいいわけでございますし、派遣の中においても派遣元とですね、継続して向きで雇用されておられる方もおられるわけでございますから、いろんな形態があると思います。一方で本当は正規雇用、正規労働を目指しているのに派遣で安住されている方々というのはやはりなりたいわけでありますから、正規になるようなそういうルートをしっかりと考えていかなきゃならんという思いの中でですね、それは紹介予定派遣等々を派遣業の中にも導入するということも含めていろんな議論はありますねという話を今しておる最中でございます。で、一方で今のお話でございますが、非正規と正規という、で、日本の正規というのは非常にある意味経営者側から見ると労働者に対してかなりの権利性を持っている、そういう働き方でございまして、どこかに転勤しようといえばですね、転勤せざるを得ない部分もあるわけでありますし、それから残業を強いられた場合にはもちろんそのサブロック協定等々はありますけれども、残業をしてもらうことを前提みたいなところもあるわけでありまして、言うなれば欧米のジョブ型のような働き方、朝の9時から夜の5時までみたいな働き方で、職種はこれですよと、勤務地はここですよというものとは違う、そういう意味では権利性が違うものでありますが、そこが大きく開放法制に影響してきているところもあるんであろうなと、これは私が個人的にそのように分析をさせていただいているわけであります。そんな中においてですね、そういう二元論ではなくて、やっぱり働く方々にもいろんなニーズがあるわけでありますから、今言われたような、中間的なところで働くような働き方があってもいいのではないかという議論はですね、実際問題これからでありますけれども、議論の中の素性に上がってくるんであろうなというふうには思っております。委員長、私から。大臣ありがとうございます。今まさにおっしゃられましたように、その労働法制については、特に働き方については、解雇とそれから配点、以前私たちが子どもの頃の父親はみんな、単身赴任で配点をされてどこでも行ったわけですね。それに対して解雇はからは守られていた。で、これからはさっきの働く勤務地の限定というのは、配点はないけれども、
当該、地域で工場が閉鎖される場合には、場合によっては解雇もやむなしというような多様性がこれからの解雇法制には必要だということだと私は承知しておりますが、これからまあ規制改革会議で本格的に議論があるということでございますが、いずれにせよこの労働法制については、そういう空中戦だけでは何ともしがたいところがあって、厚労省のしっかりとした足の地についた議論、そして、労働省の厚生労働省の皆様の、なんて言いますか、作業なくしてこれはしっかりとした労働法制を築けませんので、何卒、よろしくをお願いを申し上げます。では次にですね、大きくテーマを変えまして、年金でございます。今日も限られた時間でございますので、年金の詳細に、入るつもりはございませんが、今国会の方でも、国民会議の国会版とかですね、さまざまな場で年金改革について議論がなされておりますが、大体年金改革を議論する場に出ていって思うのは、とにかく誰もデータを持ってないと。厚生労働省だけが、まあ、さまざまな、まあ、こういう、まあ、いろいろ、年金制度における世代間の給付と負担の関係についても、さまざまなモデルケースであったり、まあ、公的年金のいろんな、まあ、資料が、まあ、山のようにございますが、すべて、まあ、モデルケースで、それは、まあ、拝見することがあっても、なんて言いますかね、分解して、また一からこっちで組み立てるということは一切できないデータになっております。さまざまな経済学者等々もいろんな提言をしておりますが、この特に世代間の給付と負担の関係についての合意形成なくして、日本の年金の未来はないわけでありますから、ぜひ、さまざまな主体が、しっかりと分析をし、足の地についた提言を各所からできるような、データベースの、まあ、公開というか、そういったことをお願いできないかなということで、一応通告でいろいろお願いしたときに、そういう、まあ、合意形成を図るためには徹底した情報開示とそれに基づく議論が不可欠だと思うがどうかという質問を投げさせていただきますので、ご回答をお願いします。増田副大臣。大臣からお話があるかもしれませんが、暫時副大臣から、はいはい、極めて大事なご提言をいただきました。今国会においてですね、社会保障改革国民会議の議論が進んでおります中で、多くの国民が委員おっしゃるように、年金の特に負担と給付、給付と負担、世代間のですね、この関係について本当に大きなテーマであります。したがっておそらくですね、財政検証ごとに詳細なデータは出しておるんでありますが、今日は今の委員の ご発言を聞いてですね、本当に多くの国民がきちっとした議論ができるデータベースをですね、我々がちゃんとご提供できているかというと、これがなかなか、したがってですね、多くの国民が、とりわけ若い方がですね、もう年金は将来ダメなんだと、私はもう年金もらえないんでしょうと、それが未納につながっているみたいなこともあったりするわけでありますから、委員ご指摘のとおりですね、まあ、積極的に分かりやすい情報開示、しかも議論のしやすい情報開示にですね、しっかり努めていかなきゃいかんと、このように感じている次第でございまして、大臣とともにしっかり努力したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。委員長、よろしく。ありがとうございます。大変前向きなご回答をいただけたと存じます。まあ、年金は、まあ、申し上げるまでもなく、お金の財政とその給付でありますので、まあ、足し算引き算でございます。まあ、医療の世界は、あるいは医療介護の世界は、私は、まあ、掛け算割り算もできるし、まあ、微分積分もできる、まあ、何でもできる世界だと思ってまして、もうやることが山ほどある、こう思ってますが、ただまあ、医療も財政、医療財政がございますので、まず一点、医療財政について、実は私も役所を辞めてから2年ほどドブ板をやってまして、その間、知的労働、ちょっとこれちょっと言い過ぎですね。霞が関のデータからはちょっと離れておりました。
で改めていろいろ勉強させていただくと、このいかにこの足元のこの医療財政にかかる、まあ、大臣も所信で協会憲法の話に言及していただきましたが、市町村国保を含めてもう綱渡りの、年々を暮らしていると。まあ、国民会議に丸投げというか、丸投げというのは言葉が悪いんですが、国民会議での合意形成を待つというのも一つでございますが、まあ、そこも大変心もとない状況にございます。我々維新の会としては、しっかりとこの合意形成を前に進めるための活動をに取り組んでまいりたいと思います。まず、ぜひ大臣にですね、この、まあ、今 TPP でも皆保険ということで議論になっていますが、この医療の皆保険制度におけるこの国費の投入の経緯と、まあ、今後の見通しについて、ご説明をいただければと思います。田村厚生労働大臣。その前にちょっと誤解を招くといけませんで、改めて発言させていただきますけれども、先ほどの中間的な就労というものが解雇につながりやすいという意味ではございません。あくまでもですね、日本の国は労働契約は自由なもとでおいて行われるわけでありまして、それをですね、まあ、乱用することを制限するというような法になっておりますので、まあ、ここは司法がどう判断されるか、それぞれの働き方と、それから、まあ、解雇というものに対してどう司法が判断されるかでございますから、こういう働き方を作ったからといって、解雇がしやすくなるという話ではないわけであります。それは司法がどう判断するかということであることはご理解をいただきたいというふうに思います。といたしまして、今のお話でございますけれども、まあ、国費をどう考えるかという話でありますが、そもそも国民健康保険というものは基本的に、まあ、事業主負担もないわけでございますから、そういう意味では公費というものを二分の一見ているわけであります。一方でですね、協会憲法に対しましても今 16.4% ということで法案を出させていただく準備をいたしておりますけれども、そういうものに対しても国費を、まあ、入れようという話でありますが、そもそも、まあ、保険だから公費国費入れる必要ないんじゃないかというご意見もあるんだと思います。そういうようなご意見があることも存じ上げながら、あえて申し上げれば、今二分の一入れておりますのがもう一つございまして、それは長寿医療保険制度、後期高齢者医療制度というやつでございます。介護もそうであります。公費が、これは国費は四分の一でありますけれども、公費二分の一約でありますけれども、これはですね、やはり高齢化というリスクは、これは保険というものの中ではなかなか飲み込めないねという流れの中において、これは社会的に高齢化という一つリスクがあるわけでありますから、これは税という社会の中に、世界の中において全体のリスクを負担しようよ、ヘッジしようよというような考え方であろうというふうに思うわけでありまして、これからさらに高齢化が進んでいったときに、じゃあこの公費負担をどうするんだという議論は当然どこかでなされるものというふうには考えております。以上。よろしく。今の大臣のご答弁、まあ、よく理解はできます。まあ、しかしながら、まあ、足元のこの保険料率の推移とか、あるいはこの、特別の措置として、特別の措置でもないかな、その、暫時、その、苦しい財政をですね、国費で埋めてきている実態もこれ足元であるわけですので、またそれをまあ延長していくという中で今やりくりしているわけですので、まあ、その高齢化、少子高齢化のこの流れの中で社会保障を支えるときに、それを保険料なのか国費なのか、その辺の議論はおっしゃるようにもう大変な大議論でございますが、まあ、これをしっかりこれからまた私どもご議論をさせていただきたいと思います。それから一点、先ほど追加ご答弁いただいた、解雇しやく、中間的な働き方が解雇しやすくなるという意味ではないぞということですが、まあ、そのご趣旨もわかるんですが、結局、イメージが今の正社員にあると、それはまあそういう言い方になるんですが、労使双方ともが何を期待しているかということが大事で、ある勤務地に限定されて、雇用されているということで、十分そこに限定された期待しか持っていない労働者が将来生まれればですね、その方が
当該同じ会社にあっても、その事業所、その地域の事業所が閉鎖されたときに、退職をすることをもって、今大臣がおっしゃった解雇、まあ、いわゆる整理解雇に当たるかどうかとか、まあ、その辺は解雇法理の話ですが、まあ、私が申し上げたように、要すれば、これまでよりは多様な、雇用のイメージがあっていいだろうということでありますんで、まあ、大臣、まあ、時間、じゃあ、一言お願いします。田村厚生労働大臣。それも含めて実態が非常に重要なふうになるんだと思います。例えば、そういう働き方であっても、例えば A というスーパーで働いていた方が、A が閉鎖になったときに、果たして、それで解雇できるかどうかというのは、近くに B というスーパーがあって、そこにですね、何人かのうち、数人がですね、移転して働くということになれば、残りの方々も合理的な期待を持つわけでありまして、そうなったときには、果たして本当に整理解雇というものが認められるかどうかということも含めて、裁判所が司法がどう判断するかということであるということを含めて、ご答弁をさせていただいたということであります。委員長。足立君。ありがとうございます。おっしゃっていることはわかります。で、加えて、今、大臣から再三、司法という話がございました。この分野は、若干司法が先に走っている分野かもしれませんが、私は、この司法、判例法理が前に走るのがいいのか、あるいは、しかるべき形で、功労しで、法律でですね、その枠組みを決めていくのがいいのか、まあ、そういうことも含めて、また ご議論をさせていただきたいと存じます。でも、丁寧なご回答ありがとうございます。最後にですね、もう時間も限られてますが、最後に今、医療の入り口をしましたんで、医療制度改革について、質問を申し上げます。私、ちょうど今、政治を志して、間もないんですが、まだ役人であった時代に、小泉郵政解散の時に、ぐらっと、政治にぐらっと来たことがございましたが、そういう意味でも小泉改革には若干思い入れがあります。当時の小泉政権時代の、例えば年金のマクロスライドとか、素晴らしい改革がなされてきた。医療についても、平成18年の医療構造改革、医療制度改革大綱にですね、様々なテーマが書いてございます。実はこの質問としてですね、その進捗状況はどうですかという質問もありましたが、ちょっと時間がないんでもう飛ばします。これまあいろいろできたこともあるし、できてないこともあるということでございますが、まあその中で、まあ一つだけ具体例を持って、その現状についてご紹介をしたいと思うんですが、医療制度改革大綱の中にですね、まあ、当時医療法人の枠組みをいろいろ変えようということで、社会医療法人でしたっけ、社会医療法人というのを新設をすると、公募債で資金調達をすることもできるとなってたやに記憶をしておりますが、そういう背景もあって当時医療法人会計基準をちゃんと整備した方がいいということで、医療制度改革大綱の中にもですね、会計のあり方について検討するということを閣議決定をした文書の中に、会計基準について検討すると、実は皆様ご承知でしょうか、今、さまざまな法人がある中で、会計基準がない法人は医療法人だけ。当時私はこれはおかしいぞということで、厚労省に やんやと隣から言って嫌われたんですが、しかし、閣議決定で医療法人会計基準をについて検討するとなった、その後、どうも動いてないようにしか見えないんで、その後の検討状況を教えてください。高敷政務官。質問にお答えさせていただきます。現在ですね、4病院団体協議会が中心となって検討を行っておりまして、先ほど委員もお話になりましたけれども、公募債を発行する医療法人については、会計基準を策定いたしました。それ以外の医療法人については、慎重な意見が多数ございまして、まだ成案を得られていない状況であります。
現在はその4病院団体協議会を中心に検討を再開しており、厚労省といたしましてはこの取り組みを注視しているという状況でございます。委員長。よかったね。私君。今公募債を発行する法人については策定をされたとおっしゃいましたが、それと医療法人会計基準はあるということでしょうか。私はないと理解しているんですけど。渡嘉敷政務官。お答えいたします。公募債である社会医療法人債を発行する社会法人医療法人については、その状況を明らかにできるようということで平成19年の3月に、会計基準を制定いたしましたということでございます。以上です。委員長。渡嘉敷君。おっしゃるのはちょっとごめんなさい、事前の勉強でもちょっと出てきてなかった話でちょっと戸惑っておりますが、当時ですね、そういう、まあ、閣議決定をされて、その後、4病協で、会計基準、医療法人会計基準検討委員会というものが設置をされて、それで、ずっと検討してきたが、まあ、内部で反対があって、頓挫をして終わっていると。で、おそらく今おっしゃってるのは、なんだろうな。事務方も含めてそうですか。ごめんなさい。医療法人会計基準がもうある。再度確認させてください。ちょっと私の認識とあまりに違うんだけど。はい、渡嘉敷政務官。お答えさせていただきます。一般の医療法人に関しては、選案は得られていないというのが状況でございます。それは見れるっちゅうことですね。あ、ごめんなさい。公募債を発行している社会医療法人については会計基準を策定しているということで、一般に関しては選案は得られていないということでございます。委員長。じゃあその公募債を、待ちなさい。政務官が発言が終わりました。着席するまで待ってください。はい、はい、委員長。足立君。大変失礼しました。するとその公募債を発行されている医療法人については当該医療法人会計基準に基づいて外部監査を受けているという理解でよろしいでしょうか。渡嘉敷政務官。監査を受けているところでございます。委員長。あ、ごめんなさい。はい、ですね。もうちょっといい。すいません。渡嘉敷官。委員長。すいません、慣れないもので、ありがとうございます。あと2分ですので、この医療法人会計基準については、実は大変、当時、医療界の中でも、いろいろ反対意見もあった。しかし、なぜ私が今日ですね、この所信質疑において、こういう、若干、個別の話を一つ事例として申し上げているかということだけ申し、ご紹介したいんですが、私、経産省におりました。経産省では、いろんな税制とか、あるいは法務省と連携して、会社法制をずっと整備をしてきた。倒産法制も整備してきた。合併、分割、M&A 法制も整備をしてきた。ところが、この医療をはじめとする、この非営利法人の世界はですね、何にもないんですね。合併規定もない。関連の税制も当然ない。これから医療が効率化をし、様々な国民のニーズに応えていくためには、非営利の世界にあっても、そうした、制度的イノベーションというものは取り入れていく必要がある。これが一つでございます。それからもう一つは、なぜ、営利法人の世界で会計基準が重要視されるかといえば、投資家保護の観点ですね。多くのお金を投資をする。特に一般投資家が関与する場合については、一般投資家保護の観点から様々な規制が加えられている。医療についてどうでしょうか。保険料。もちろん保険者機能がしっかり働けば保険者がチェックをする。でも、融資も行われている。いわゆる持ち分の出資も行われている。さらに言えば、先ほど冒頭大臣といろいろご議論させていただいた大きな国費が投入をされている。
国民に対する説明責任という観点から、私はこの医療の世界において会計基準もまだないというのは異常な世界だと思っております。これからさまざまな医療制度改革、社会保障改革をご議論させていただくにあたって、まずこういった基礎的なことだけはぜひ早急に整備をしていただいて、本格的な制度改正に向けて、議論を深めていただければと存じます。本日は大変ありがとうございました。